2024年10月1日、2025年度入社メンバーの内定式を行いました。その様子をご紹介します。ただいまより令和6年度株式会社ステップ内定式を始めさせていただきます。今日教師として内定通知書をもらう方々は教師としてのプロ、そしてチューターキャストとして内定通知をもらう方はチューターキャストのプロ、キッズスタッフとして内定通知をもらう人はキッズスタッフのプロとして専門分野を磨いていってほしいなと思っています。約半年後皆さん入社式を迎えます。実はこの今日内定式を迎えるメンバーはステップの創立50周年に入社するメンバーなんですね。またその半年後に皆さんと元気な姿で会えることを楽しみに待っています。共に仕事ができることを楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。生徒が楽しく数学を学んでいけるような教師を目指して自分自身も数学のことを楽しく学んでいけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。でこれまでステップが50年間積み上げてきたものを皆さんがしっかりと継承していってほしいなと思うと同時に、皆さんならではの新しいアプローチを加えていってほしいなと思います。それではこれから一緒にステップで頑張っていきましょう。でステップってこういろんなその教師たちの盗める技術っていうのがたくさんあって、どうやったら生徒がよりやる気になるかとか、どうやったら定着するかとか、そうい こう技術がいっぱい転がってるんですよね。それを吸収して一緒に頑張っていければなと思います。以上をもちまして令和6年度株式会社ステップ内定式を終了とさせていただきます。内定式の後には合同研修会を行いました。いろんな生徒いてそれぞれ特徴とか癖とかいろんなことが違うんですけど、それを見守りながらですね、成長を一緒にしていくっていうのがすごい楽しく、またあとは日々の授業という意味で言ってもですね、僕は学校の定期テストとか、あとはステップの模試、そしてあとは入試ですよね。これを生徒と一緒に乗り切ることで一つずつこう経験を積み上げてきた。ステップに入ると本当に営業活動ないです。来たら僕ずっと授業準備したんです。このクラスにはこういう話をしたら盛り上がるかなとか、こうスッと入るかなとかっていうのをいろいろ考えながらやるんですけど、それはもう本当に楽しいです。生徒の人生がいい方向に変わったなって思える瞬間がどこかにあるんですね。ステップの仕事ってそういう瞬間を自分からたくさん作っていけますし、たくさん立ち会える、そんな素敵な仕事なんじゃないかなって私は思っています。皆さんにはですね、魅力的なかっこいい大人になってほしいので、ぜひですね、残った学生生活をですね十分に満喫して、そして充実したものにしてください。日頃からですね、授業準備するときもこの一つの考えに対してどういったアプローチがあるのか、それをいっぱい用意していくこと、それを意識しています。生徒としっかり向き合えば向き合うほど、卒業したときやっててよかったな、やりがい感じるなってすごい思うので、授業準備だったり面談の準備だったりしっかりをして生徒と向き合うようにしてください。疲れも全部生徒たちが吹き飛ばしてくれるので、ぜひたくさんコミュニケーションをとってこれから一緒に頑張っていきましょう。おそらく中学部でも高校部でもですね、宿題をやってこない生徒とか、話をあまり聞かない生徒とかもいると思います。実はそういう生徒と関わっていくのってすごく楽しいことです。こちら側の成長にもつながります。そういうべきことを楽しんでいってください。内定者には入社までに研修を行い、スムーズに入社できるようバックアップします。いいね、いいね。これを校長さん、これあ、じゃあ大きい方、全力で頑張る子どもたちを応援できるような存在になりたいです。これから立派な先生になるように頑張っていきます。よろしくお願いします。私はステップの卒業生なので、学生時代お世話になった先生たちのように明るく元気に授業していきたいなと思ってます。今後ステップの社員として精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。